旅に出たんだ。故郷にいて見聞きできない何かに出会えるんじゃないかって、ただ漠然とした希望みたいなものを抱いて。改めて聞いても大変な冒険をしたのだね。イースは700年もの間エステリアの上空に浮いていたのだね。銀の発掘をきっかけに魔物たちが現れて嵐の結界ができてしまったと、そういうことかい。古代のイース大陸は空に逃れ、魔物たちがそれを追うために建てたのがダーモン塔というわけか。なるほど。ではそのダームという魔王自身が魔力の源だったわけだね。アダル君、記憶が混乱しているのかい。医者として放ってもおけないな。軽く説明するから、まあ黙って聞いてくれたまえ。何これ、こんなの聞いてないわよ。一旦引くぞ。まだやれる。ダメだ、己の力量を超えることを美徳などと思う。バーニー、ガッツ。分かったわ。白規模の黄金に膨大な魔力、軍資金に戦力がまとまって入ってくるとは願ってもない。ロムン皇帝、見ておれ。私を祖国から追放した恨み、必ず晴らしてくれるわ。器が小さければその野望もまたしかり。強力な男は無様だな。アドル君、一晩くらいはこの町で休んでいくのだろう。私は宿屋の手配をしているから、後で来てくれたまえ。